皆さん、こんにちは、こんばんは、武田壮嶺です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは、旬ですね。この漢字はコメント欄にてリクエストしていただいた文字です。まあ、皆さん、もしよければ気軽にコメントで漢字をリクエストしていただければ、今節丁寧に解説させていただきます。さあ、まず旬を書く上で大切な要素があります。それは、主格なんですね。この主格、赤色の線の主格をいかに右方向に長く見せつけるかと考えていってください。この右払いを長く見せつけるためには、他の横線を短くしたり、他の余白を狭くしなければいけません。旬という漢字では、すべての横線を短くし、辺と作りの間を狭くするということが必要になるんですね。その主格の要素を踏まえた上で、今からダメなパターンを解説していきます。ダメなパターン1つ目、こちらですね。馬のこの部分を右方向に長くしてしまうと、辺と作りの間を広げてしまって、主格が短く見えてしまいますよね。ダメなパターン2つ目、こちらですね。これは主格とは関係ない要素なんですが、4つの点がある字ってこんなにたくさんありますよね。この点角が長くなってしまったり、まあ、下に下がってしまうと、なんかね、雑な印象を与えてしまうんですね。4つの点はできるだけどのシーンでも上に詰めると覚えておきましょう。さあ、ダメなパターン3つ目、こちらですね。左払い同士を広くしてしまうと、もしくは横線を長くしてしまうと、主格である右払いが長く見えないですよね。以上のことを踏まえた上で、今から点字、筆ペン、大筆の順、そして最後にはアートでお遊びもしていきますので、ゆっくりと動画をご覧ください。その前にチャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、今日も双葉書道会のマス目押しを使って解説していきます。まずこの馬編が難しいですよね。意外とこの一画目をね、長くしてください。でね、大人っぽい印象にするには、この横線と縦線同士や、この横線をね、どこにもひっつけない感覚がね、大切なんですよ。皆さん、これ覚えておいてくださいね。ここが大人の余裕ですよ。そしてこの横線ですね、ここをほんのちょっと右に張り出していいんですが、あんまりね、ここが右に長くなりすぎない方がいいですね。ほんのちょっと張り出していいです。で、この点々は身がなるように上目に詰めるんですね。そうすると、この短い足でもね、足長く見えてくれます。さあ、ここですね、二等辺三角形と覚えていきます。皆さん、二等辺三角形と覚えてます？で、三角形でもこうちょっと頭が長いバージョンのこういう感じの三角形ですね、高さが高くて横が狭い三角形を作ります。で、主格のためにこの辺りはね、小さくしておきましょうね。主格のためにこの左払いとこの左払いの間はできるだけ狭くします。この間はできるだけ狭くするということですね。そうするとこの右払いが長く見えてくれるということですね。大切なのはやっぱりここですね。ここを書くときにこういうふうに広がらないようにしないといけない。すごいダサい感じになってしまいますよね。さあ、筆ペンでおさらいしていきましょう。この縦線はできるだけ長く書くんでしたね。ねえ、こういうところどこにもひっつけない。これだけ画数が多いとね、結構全体的に細く書いた方が大人っぽい印象にはなりやすいですね。まあ、どこにも線をひっつけない感覚って大切なんですよ。この辺りもね、結構縦に長いですよね。ここからここまでが結構広く書くイメージなんですよね。で、お尻はできるだけちっちゃく書くイメージ。で、この左払いはまっすぐで、この左払いは丸く書くんですね。この左払いにこの左払いが寄り添うように書く。こっちがまっすぐで、こっちが丸く書くんですね。で、右払いはそこまで長くしない。さあ、大筆で書いていきましょう。この縦線もね、意外と太くできないんですよ。なぜなら縦線の数が多いですからね。こんなにもそんなに太くないということでね、やっぱり羽の部分は小さく書いた方がいいですね。で、このように点角は上に詰めるんでしたね。で、ここは二等辺三角形にして、そんなにも線と線をね、ひっつけないようにスカスカな印象で書きつつ、じゃあこの右払いをね、ちょっとずつ太くしていって、ここでストップ。そして右に回転するようにして書くんですね。さあ、ここはナレーションで解説していきます。最初ね、小さく入れて徐々に太くしていきます。どんどんね、沈んでいるのお分かりいただけますでしょうか。さあ、ここでストップし、指の力を抜きます。指の力を抜いたと、ここね、回転させてるんですよね。右にひねって、最後までしっかり跳ね切る。最後まで書いてますよね。さあ、行書で書いていきましょう。行書はね、こういうふうに曲線的になるんですよね。極力この縦線もそこまでね、まっすぐにならない方が、
表書っぽくはなりやすいですね。でここ覚えておきましょう。チョンと書いてこう書くと結構かっこいい行書になります。でやっぱりね、転接この曲がり角は丸くなるんですよね。で会社と違って行書は先の方が丸くなっていいんですよね。さあここまでが美文字でした。ここからはお遊びタイムですね。さあ今日もね、魔法のふりかけを使って早い感じ表現していきましょう。ここのお遊びしたところに書道の技術を使っていきます。やっぱ細い太いの多彩を使ったらやっぱ立体的になりやすいですよね。皆さん多彩って結構全員好きなんで、あって悪いことはないですよ。こういった細い線とか太い線を使っていくんですね。馬に乗った感じの人を表現したいですね。馬と人、乗馬ですね。動きを表現するためにかすれを使いますね。おりゃ、まあね、馬に乗って速く駆ける人を表現しました。さあたまにはね、めちゃめちゃ太い線を使って表現していきましょうか。こうぎゅうぎゅうに密にしてできるだけ余白を狭くします。でこうやって筆を開かせたりして筆圧をねこうやって加えます。うん、で割るんですね。でこんな感じでこういうふうに線と線が重なることを全然考えずにかっこよく書いていくとかっこよくなりますよね。これどういうことかというと、右に長く見せるためによりここをね狭くしたんですよ。だからね、そんな長くなくてもこれがねかっこよく右に長く見えるんですよね。まあ、こういう技術もあります。ちょっとね、草原を駆け抜ける馬を表現したいなと思いました。やっぱ天気は青い方がいいですよね。さあここにね、ちょっと細い線使って雰囲気出していきましょうか。草原を駆け抜ける馬、まあ、こんな感じでスプレーとかで遊んでみてもいいと思うんですよね。結構おしゃれな感じにはなりますよね。以上です。ありがとうございました。さあ皆さんいかがだったでしょうか。旬、この文字もこの動画を撮影する前にたくさん練習してみたんですが、馬のこの羽付きの部分ですね、このこういう部分、これを右方向にどれだけ長くすれば一番バランスが取れるかなって悩みました。なんか長くしすぎないのも変だし、まあ、長くするのも主観的にはダメなんで、ちょうどいい塩梅っていうのを考えました。まあ、結果的にはね、やっぱりこう右は揃えすぎず、まあ、張り出さしすぎず、絶妙なバランスで右に長くするっていうのが答えでした。やっぱりね、こういう風にあんまり書くことない字を研究するのは非常に楽しかったですね。まあ、皆さんね、ぜひね、無茶ぶりでもいいので、いろんな漢字をリクエストしてみてください。まあ、常用漢字でもね、使わない字っていっぱいありますので、でもね、それでも私は解説させていただきます。ぜひね、コメント欄にてリクエストしてみてください。改めまして、このチャンネルではですね、大筆筆ペン電子楷書行書アート、すべてのシーンで使える動画を毎日19時にアップさせていただいているんですね。ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけるととっても嬉しいです。ここまで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。これからも何卒よろしくお願いいたします。バイバイ。